深掘り福岡県。皆さんこんにちは、岡澤明です。さて今回の深掘りワードはこちら、災害への備え日常編でございます。もう今の時期まさに大事な内容ですね。福岡県は4年連続で豪雨災害に見舞われました。災害が発生した時に自分や大切な家族の命を守るためには、何より日頃からの災害への備えが大切です。そこで今回は避難に備えて準備しておくべきことやハザードマップの見方を深掘りしてもらいます。リポーターは牧野さんと友田くん、深掘り頼んだ。深掘り、こんにちは。リポーターの牧野です。友田です。今日は2人で初リポートですね。はい、今日のテーマは災害への備え日常編ということで、はい、今日はここ福岡県庁にやってきました。やってきました。わからないことがたくさんありますよね。ありますね。はい、こちらのわからないことをわからないままにしておくのは僕は良くないと思います。なので深掘りしていきましょう。それでは行ってみよう。深掘り。こんにちは、今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。深掘り。こちらが災害対策本部室です。なるほど、ここでモニターがね、こういうたくさんあって、こういったところに入れるのって貴重な体験ですよね。こちらのモニターにテレビの情報とか市町村からですね、収集する情報を一斉に映し出して、で県の職員がその情報を見て災害の対応ができるように、こういった形で情報を表示するようにできています。福岡県の方は4年連続で豪雨が発生してしまって、で被害がすごい大きな被害が発生してしまいました。梅雨の時期になったらまた豪雨災害が発生する可能性がありますので、避難が必要な場合は逃げ遅れ等がないように、事前から日頃から備えておくことが非常に大切になります。なるほど。でその内容としてハザードマップの見方とかマイタイムラインの作り方、あとは防災の備蓄について、お教えしたいと思っております。この3つですね。深掘り。身の回りでどんな災害が起こり得るのか、避難場所がどんなところにあるのかなどを調べることができます。今日は国土交通省が運営しているハザードマップポータルサイトっていうのの使い方について学んでいきたいと思います。サネルハザードマップは洪水や土砂災害、津波などのリスク情報だったり、道路防災情報や土地の特徴や成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示することができるものになっています。わが町ハザードマップの方はその地図に各市町村の防災ホームページのリンクが飛んでいて、その自分が見たい地域、市町村の地域ごとの様々なハザードマップの種類を検索できるようになっているものです。早速わが町ハザードマップで博多区の方をちょっと見てみてもいいですか。はい、ハザードマップで今から検索していきます。行ってみましょう。浸水だったりとか土砂災害などで災害ごとに作られてるっていうのはいいですよね。結構色ついてますよ。これ色ついてるってことはこの黄色のところが想定区域っていう風になってるんですかね。浸水する危険があることを色で分けて示してます。黄色のところが想定区域としては2メートル書いてありますけど、2メートル。そうですね、1メートルから2メートルが黄色。僕180センチ膝ぐらいでも身動きが取れなくなっていますから。ピンクのところはもっと上まで行くってことですか。そうですね、この辺の薄いピンクのところは2メートルから3メートル、はい、でこの赤のところが3メートルから5メートルです。本当に膝上になる前にやっぱり避難できるためにこうやってハザードマップを事前にチェックするのは大事ですね。ただ想定外の災害も起こりうるので、このハザードマップを過信するのではなく、その災害発生時には正確な情報収集を心がけるようにしていただきたいと思っています。なるほど。深掘り。さて皆さん、台風が近づいてきた時どういった行動をしますか。でもやっぱり風とかで窓ガラスが割れちゃうとかよく聞くじゃないですか、うん、だからガムテープを貼ったりとか、そのベランダにあるものを片付けたりとかですかね、うん、あらかじめその台風が来るっていう時に備えて、自分でどういった行動をしていったらいいか、どういったことをやっていけばいいかっていうのの計画を立てて、で災害に備えるというものになります。それを書いておくことで、いざですねちょっとこうすごい台風とか来た時に、ああ危ないっていう時に、もう慌てず行動できるというすごいメリットがあります。ではですね、マイタイムラインはですね、台風が発生して近づいてくるっていうところから川の水が溢れ出すというところ、それまでのことをですね、こう自分がどういったことをしていったらいいかなっていうところをこう記載していってみてください。どうぞ。わかりました。これは3日前、台風が、直撃すると言われる3日前ってところから書きましょう。書き方とか自由なんですよね。自由でいいです、自分のタイムラインなので。なるほど。やっぱこれは家族とかと話し合いながら作るのが理想的ですよね。それも大事ですね、家族のタイムラインとかいうのも、うん、いいと思います。家族のタイムラインと個人のタイムライン使ってもいいかと思いますね。なるほど。
一般的なタイムラインみたいなのあるんですか、うん、まあ、そのこちらで用意してる見本とかそういったものはありますけども、なるほど、特に決まりがあるわけではないの で、はい、当日どうするんですか、みんなよ、1日前までしか書いてないけど当日どうするんですか、ちょ当日はいいんだよ、深掘りできました、僕たちのマイタイムラインでーす、はい、初めてやると何をどう書いていいか全く分かりませんね。そうですね、はい、こうよく見たら細かくいろんなこと書かれてると思うんですよ。これが一つ一つが大事なことで、はい、これをいつの時点に持ってくるかってところを今後こう考えていけばいいと思いますね。1日前で準備できないことであれば3日前に持ってくるとか、まあ、ただ投資でやった方がいいこととか様々あると思うので、そのあたりをその時その時でその人その人とかその家庭家庭で違うと思いますので、それを考えるっていうところが大事かと思います。かわいい ね、 いいですね、見やすいですね、見やすい。私がこう気になったのはこれですね。車のガソリン満タンっていうのが使える、充電もギリギリできますよね。あのガソリンを入れとけばですね、車のシガーソケットで皆さん充電してると思うんですけども、充電できると、もう言ったら発電機が入ってますからね、車に。そういった面でガソリンの満タンっていうのはすごい。びっくりしました。これをご存知で書かれてる。うわぁ、すごい。で、マイタイムラインを作るときは、まあ、いろんな警報、注意報とかあります。大雨注意報、大雨警報とか、そういったところの警報でどういう、その段階段階でどういったことをしていくかっていうのをまず考えることとか、災害の情報をどうやってこうチェックしていけばいいか。まあ、テレビ、携帯電話、インターネットとか、ラジオとかいろいろあります。でもテレビとかですね、こう、電気がなくなればこう、見れなくなったりするので、まあ、その時に充電式のテレビとか、乾電池とか、まあ、携帯電話とかは今ですね、もうすごい情報収集できるので、まあ、書いてある通り携帯電話をすでに常に充電しておくとか、モバイルバッテリー用意するとか、そういったところはすごい大事かと思います。見本というか、はいはい、あるって言われてたんですけど、見せていただいてもいいですか。こんな感じになりますね。なるほど。3日前、1日前で半日前、ね、7時間前、5から3時間前、0時間、こういう分け方ですよ。安全な場所を把握するってことも大事ですね。あ、じゃあその時に今さっき学んだハザードマップっていうのが活かされる、行かされてくると思います。ですね。ハザードマップを使って、どのルートで逃げた方がいいかとか、ハザードマップが危ないところを通らない方がいいとかありますよね。事前にこうハザードマップを確認して、浸水が始まる前から避難を始めておくっていうのが大事ですね。このお二人のタイムラインも大事なことで、この大きなあの幹があって、この枝があってって形で、これだけじゃダメですよね。ああ、確かに。これだけでもダメ。これだけでもダメ。両輪があっていいのかなというですね。って考えると、こうやってお手本があると入れ込んでいきやすいからすごく参考になりますね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。深掘り。はい、それではこちらに非常持ち出し品と防災備蓄品を準備しました。見たら分かるんですけど、水もお湯もいらない調理不要でそのまま食べられるって書いてあるんですよ。そのまま食べても美味しいです。缶詰だったりとか、あとレトルト食品なんかでも補えたりできますよね。こういうのはスーパー保存水、5年間も持つらしいです。少なくとも3日分はお水だったり食べ物準備しとかなきゃですね。普通の懐中電灯、こういう救急セットみたいなのもありますね。救急セットや、はい、マスク、マスク、マスクも入ってる。こちら、ウェットティッシュ、まあ、こういったものが非常に持ち出しになっております。すごいな、これ。これすごくないですか、ポータブルトイレ。嬉しいですね、はい、安心ですね。めちゃくちゃ嬉しいですよ。これもいざという時にはまあ必要になるので、絶対に必要だと思います。このセットをこのこちらの中に入れて持ち歩くということですね。そうですね、はい、このようにですね、あ、本当だ、両手が使えるような。台風の時とか停電とかもすることを想定すると、カセットコンロとかもあるといいですね。服装ってどういったものがいいんですか。服装はまあ動きやすい服装がいいと思います。長袖長ズボンがいいと思いますし。そうですよね、はい、傘を差しては避難はできないので、なかなか難しいので、まあ、カッパ、レインコートを着るのこれですね、はい、ついてますね。それとか動きやすい運動靴、長靴だと水が入って歩きにくくなる。逆になんですね、長靴ダメなんだ。そうですね、あ、そうなんですね。履き慣れた運動靴の方がいいと思います。あ、へえ。また大規模災害に備えて車の燃料を満タンにしておく、で、まあ、灯油も予備で備蓄を置いておくということもまあ重要になってきます。こちらの中にマスクが入ってたんですけど、コロナ対策が絶対に必要になってくると思うんですよね。そうですね、もうマスクはもう必需品として、まあ、マスクの他にもまあ消毒液、体温計などもあった方がいいと思います。体温計もいりますね。確かに間違いないですよ。あと、まあ避難所の密を避けるためにですね、まあ、在宅避難ができるならば在宅に避難、
でもそれが難しい場合でも、まあ、親戚、知人宅、まあ、ホテルなどの分散避難も、まあ、検討してほしいと思います。これを見れば防災の知識がさらに広がるというものはありますか？こちらです。これは福岡県防災ハンドブックというものです。災害の基本的な知識や食料の備蓄方法など防災に役立つ情報を載せていて、県のホームページや電子書籍からダウンロードすることができます。福岡県防災ホームページでは災害時の避難所や気象情報などを配信しています。災害発生時の情報収集にご活用ください。防災企画の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。全部中に入ってます。これで安心ですね。ありがとうございます。深掘り災害への備え日常編、ね、台風とか豪雨の時の備え方だったんですけど、まあ、これは地震とか別の災害にも併用できるので、今回忘れないようにしましょう。忘れないようにしましょう。はい、あきらさん、今回の深掘り終了しました。以上、現場から牧野と友田でした。バイバーイ。牧野さん、友田くん、深掘りありがとう。二人が書いたマイタイムラインが僕のところにも、来てるんですけれども、ツッコミどころ満載ですね。友田くんのはなんかちゃんと時間割みたいな感じにするのはいいと思うんですけど、かっこゴールデンウィークの場合で全然こう働いてないんですよね、全くいつ起こるかね、わからないものですから、なんかちゃんとこう仕事のこともこう想定しておくといいかもしれないですね。まあでもこうやってちゃんと考えることが大事、どれだけ自分が今備えられてないかっていうのをね、自分でちゃんと認識するっていうのが大事ですから。一方この牧野さん素晴らしいですね。もうちゃんと計画を立ててベランダのものを中に入れるとか、水を貯めておくのも大事だし、家族で集まってちゃんと声を掛け合うっていうの大事ですね。本当にいざこう災害が起こった時っていうのは、家族全員が同じ場所にいるっていうのは限らないですから、別々の場所にいたとしてもそれをちゃんと想定しておいて、どういうふうに連絡を取り合うかとか、どういうところで落ち合うかっていうのもあらかじめに備えておくっていうのが大事だなと思いました。また福岡県の LINE では防災メニューを公開しておりまして、ハザードマップや避難場所の確認、備蓄品のリストなども防災に役立つコンテンツ揃っております。こちらも合わせてご確認ください。さあ、ということで今回は災害への備え日常編について深掘りすることができました。次回はですね、日常編に続いてハード編をお送りしたいと思います。ハード編ではですね、例年浸水被害が発生している高尾川の全国的にも珍しい最新のインフラを深掘りしたいと思います。次回もお楽しみに。